この状況一体何ですか。ね、こんな衣装衣装を用意して衣装って何え、何ですよ、この状況は。とりあえず挨拶どうぞ。急に振るじゃん。選ぶんだったらこいつ俺らを駒にしてるよ。駒にしてるパワハラ何回受けダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。実はピカチュウめっちゃストレス抱えて生きてる。今日呼び出したのは他でもない、ここ俺んちなんだけどあなたたち二人まずやってないことが一つあります。やってないこと。年明け。年明けおせち食ってねえよ。いや俺食べた。あ、わかった。何今日の動画の趣旨分かってた。何初詣行きますよ、からやばいこの格好寒すぎだ。去年にね、取り残したものが一つありました。はいはいはい。2020年あなたたち反省振り返りをしてない。それは何、 YouTube 的なことなのか、それとも普通に俺たち陸上的なことなのか。どっちも。どっちもそれあれじゃない、大晦日か1月1日にやるやつじゃない。それ今言ったじゃん何日よ。よし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 っていうことで、今日は僕がお題を持ってきました。ちょうど今フリップを持っていただいてると思うんですけども、3年間一緒に YouTube やった相棒同士なら2020年の振り返り一致する説うわ、なんか懐かしいこれ。ルール簡単なんですけども、はい、2020年で、まあ、印象に残ってるエピソードを一人一個ずつ出してもらいます。そのフリップに書いてもらって、せーので出してもらって、それが一致するかと。なるほど。一致するとは思うんですけども。振り返りか、自分の。はい。大丈夫です。多分これね、はい、やっぱり、俺もこれしかない。じゃあ、せーのでいきますよ。せーの。クラブ対抗100メートル11秒28。フルマラソン、よしき涙のゴール自己中最後までご視聴二人とも自分大好き弱々しい字でお前はい、全く被れなかったと思います、ね、今日の企画終了で大丈夫ですか自分が好きすぎる、本当にじゃあエピソード語っていきます。語っていいですか。お願いします。はい、ダッシュで行こうぜ。クラブ対抗 100m なんですけれども、2020年この1試合しか出てません。というのもね、皆さん分かると思うんですけれども、コロナの原因で試合の数がそもそも少なかった、うん、これしかなかったのよ。ってことはもうモチベーション、自分のモチベーションもこのクラブ対抗 100m これしかなかった。だから練習し始めも7月とか6月ぐらいからようやく動き始めたぐらいのイメージだったんだけど、2019年度もなんか10秒台出しますとか国体選手になりますとか色々まあ軽く言ってたんだけど、その時期から2020年にかけてコロナになって体を動かさない時期があったわけよ。2月ぐらいから6月7月ぐらいまでこれ動かさない時期があったんだけど、外出もできるようになってきて、マスクとかつけますけど競技場とか使えるようになってきて、自分の体を動かす機会がこう増えてきた時で、またクラブ対抗もありますよってなって、その目標に向かって頑張る時っていうのがやっぱり、もちろんその目標に向かって頑張るっていう感じも自分の中ですごい気持ちよかったんだけど、陸上をする日、その兄さんとか草野先生とか一緒に練習したその日の自分の体の感覚っていうのが疲れてんだよ。ケツ割れとかよくみんな投稿してると思うんだけど、俺めちゃくちゃきついんだけど、すっきりしてて、はいはいはい、分かるわ。疲れてても、例えば俺たちだったらさ、編集はかどるとか、やっぱなんか他の物事とかも、だからその陸上がその生活の一部に入るだけで変わってきたから、うん、あ、やっぱやっぱりこれってすげえ大事だったんだなっていうのを、11秒28以上に、結局結果が11秒28っていう感じでこう皆さんの前で今話させてもらってるんだけど、それ以上にそのプロセスの中で自分の生活リズムとかがすげえ正されたから、はいはいはい、だからそういう意味でこの 100m 11秒28っていうのは、うん、まあ、去年自分の中で本当大きかったなっていう、うん、まあ、目標掲げることも大事なんだけどね、はい、うん、本当にすごい良かった。素晴らしい振り返りすぎて俺の中でダッシュで行こうぜ。まあなんか言ってること土俵違いますけど、うん、結構僕も同じで、はいはいはい、はい、このフルマラソンが3月に、そのフルマラソンっていうのは東京マラソンの振り替えだったんですけど、コロナで東京マラソンが中止になってしまって、振り替えとして荒川で自分でフルマラソンを行いました。東京マラソンが中止になったっていうあのお知らせを受けて、もうやっぱめちゃめちゃショックだったし、本当にモチベーションだだ下がりよ、どうしようみたいな、じゃあどうするかって考えた時にやりますって動画で言いました。言った中でやっぱりその練習をしたり、フルマラソン、まあ、終わってからにはなっちゃうんだけど、たくさんのこう人から感動のお言葉をいただいたり
感動だよ、岡田は、うん、もう本当にいろんなことを含めてやっぱりやってよかったなっていう充実感が半端じゃなかった。フルマラソンを通してたくさんいろんなもの得たけども、その中でやっぱりフルマラソンに向けてやっぱ練習していく過程、うんうん、もうめちゃめちゃ距離踏むしめちゃめちゃ疲れるの。だから本当にもう常日頃から眠いし編集もできないだろうなっては思ってたんだけれども、本当に周平と同じで練習が充実してるから編集もはかどるのよ、仕事もはかどるのよ。引っ越しの荷物が軽い。そう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 。いや、マジよ階段全部一段飛ばしてやっぱり本当になんかそういう、まあ、陸上限らずだけど、うん、体育した後とかも一緒で、うんうん、なんかすっきりするというか、やっぱいいよね。いや、わかる。ね、うん、陸上競技はザースって感じだよね。いや、マジで。いや、本当に。コロナで逆に気づかされたよね。あ、うん。そう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 。うん、それすごい思う。ギャップがあったよね。うん。で、ダッシュで行こうぜ。いや、やっぱそれって、やっぱサンドマインド、サンドボディだなって僕思うんですよ。お前引っ張っていい？何言ってるの？何それ？覚えたてでなんか使いたくてうずうずしてましたみたいな。実はですよ、今日の動画アシックスさんとのタイアップ動画です。でしょうね。でしょうね。でしょうね。動画見てるみんなが思ってる。実はサウンドマインド、サウンドボディってアシックスさんのブランドメッセージになったんですよ。へえ。俺小石さんからその話聞いてないんだけど。サウンドマインド、サウンドボディっていうのがどういう意味かっていうと、まあ、直訳しますと、まあ、健全な体に健全な精神が宿るみたいな意味がありまして。俺初めて聞いた実は。まあ知られてないんじゃない。過去にちょっとそれがブランドメッセージになったことはあるらしいんですけど、今年の1月からまたそれが復活しまして、またこのメッセージでやっていこうっていうことでまた決まったらしいです。わかった。この状況だからだ。ああ、まあそうだね、はい、うん、そういうことだろ。おそらく。よし。よかったね、俺、武田男書かなくて。間違えない。ダッシュで行こうぜ。結局さ、振り返り、まあ、タイアップ動画、いろいろあると思うんだけど、この服装とか何？これですか？おう。これは、ベストをちょっと脱いでいただいて。お、なんか書いてありますね。未来東京って書いてある。ですね。興味持ち。いや、なんかこの色。あ、色なんだ。色あ、見覚えないですか？見覚えが。これなんと、サンライズレッドです。はい。で、シューズもサンライズレッドで。なかなかに。またなんか改めてこれのレビュー動画みたいなのを出せたらいいね。あ、そうだね。で、これを追ってまた皆さんにご紹介するということで。はい。はい、サンライズレッドでしたみたいな。とりあえず、引き続き、頑張ろう。頑張ろう。はい、頑張りましょう。2001頑張ろう。うん、はい、頑張りましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。